アレクサンドル・カントロフ、アレクサンドル・カントロフ、1997年5月20日体は、フランス出身のクラシック音楽のピアニスト。父は、バイオリニストのジャンジャック・カントロフ。ピエール・アラン・ボロンダから教えを受け、後にスコラ・カントルムで、イーゴリ・ラシコに指示した。2013年に、パリ国立高等音楽、舞踊学校、 CNSMDP に入学、フランク・ブラレー、上田春子クラスにおいて4年間ピアノの研鑽を積む。2017年にマスター家庭を主席で卒業した。卒業後は、エコール・ノル・マル音楽院にて、レナ・シェルシェフスカヤに支持する。2019年、チャイコフスキー国際コンクールのピアノ部門において優勝した。これは、フランス人初のピアノ部門優勝であった。 チャイコフスキーの競争曲第2番を弾いて優勝したのも初めてのケースである。全世界優勝記念ツアーが行われたが来日はなかった。すでに録音活動は開始済みであり、BIS からサンサンスの競争曲多を録音している。台湾国家交響楽団、ペイドラ・ロワール国立管弦楽団、リエジオーリツフィルハーモニー管弦楽団、ベルン交響楽団、 ソフィアフィルハーモニー管弦楽団、アイルランド国立交響楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団などのオーケストラと共演している。ありがとうございます。